SU アニメートバージョン4は非フォトリアリスティックスケッチアップアニメーションプラグインの新しいメジャーリリースです。さらなるアニメーションタイプに対応しました。カメラアニメーションではカメラがある位置がアニメートされます。これらは新しいキーフレームやパスを使って作成されます。オブジェクトアニメーションではグループとコンポーネントがスケッチアップでアニメートされます。SU アニメート4にはキーフレームオプションが採用されました。キーフレームはとても簡単です。カメラを動かし、レイヤーをグルーピング、あるいはレイヤーをオンにしてキャプチャーするだけです。あとは SU アニメート4にお任せです。レイヤーアニメーションはモーメントと時間をシミュレートします。ユニークな曲線を使えばスパイラルアニメーションを作成できます。タイムラプス、シャドウアニメーションも SU アニメートで作成できます。SU アニメートアニメーションを SU ウォークに変換すればご覧のようなフォトリアリスティックのウォークスルーを作成できます。